可以顺利地恢复原位。然而，从拆下来到组装的几年间，被解放的木材开始闹脾气了。28米中误差17毫米，这相当于每米的误差为0.6毫米。但在松井看来，这样的误差也绝对不可以存在。でもやっぱりそれも締めて、やっぱりその計画の28m17ですかね。それに近い寸法に近づけるようにやらんと、あとあとまた外へ外へという話とまた打ち倒れのゲームになる。最终，木匠们解决的办法是紧收。他们用绳子将成横木绑住，再用铰链不断拉紧。一部，一部一部。这个还有2mm，2mm就这样。还剩2毫米。为了这2毫米，他们又花了整整2天的时间。10年まではもちろんそういうのはあまり大きな変化はないと思うんですね。50年、100年後どうなるかですわ。そこですわ。その時にそのこだわった誤差がどれだけに変してるかですわ。緩んできますからね。気がかりですかね。やっぱり気がかりですよ。気がかりですよ。やっぱり完璧なものはありませんからね。少なくともあの測定結果はもう完璧すぎるような印象を与えるんだけれども、こういうような結果はどうやってできたんですかね。不思議とこう周期が短くなってきてるんですよ。ああ、そうですね。それがちょっと気がかりなんですけどね。そしたら長くこう一日も長く持ってもらいたいですね。だからその時にこう紐かれた時に、ああ平成の修理はこんなんかとかね、ねえ、はいでしょ。それは絶対言われたくないですよね。来自北海道的八木，在大学的专业就是建筑学。在测量房檐短柱时，八木没有使用师傅要求的模板，而是采用了激光设备。在他看来，这是理所应当的事情。被师傅训斥的八木在镜头前有点尴尬。宇田さんはこの型作ったんで、その型で合わせて高さを出せっていう。